はいどうも、東京都知事選、お疲れ様でございました。今ね、背景にあるのが、東京都知事選が終わって、で、立候補者、主要立候補者といいますかね、マスコミが作り上げたトップ3の、このね、えー、候補者の方に、それぞれインタビューしているところなんですけども、この日テレのね、3人のアナウンサーか、なんかコメンテーターか出てくるんですけども、すごくね、質問のやり方が下手で、うん だ貴重な放送の時間をねこんなことで使っていいのかなと思っちゃうところなんですよ。うん。まああの私としてはねイエスノーで答えれる質問をまとめてすると、まあ、質問者の方もねインタビュアーの方も答えを受け取りやすくなるんじゃないかなと思いますけども、まあ、質問がねすごく、うん、漠然としている上になるべく印象をね悪くしようというバイアスが働いてるんでしょうね。でさらにこのインタビュアーの方3人出てくるんですけども 短い質問なんんんででですすけども原稿を読んでるんですよね、まあ、つまり原稿をどっか別の人が考えて書いてそれをまあロボットのように言わしてるんですよね、まあ、ですんであの、まあ、今回石丸さんが喋られてますけども石丸さんから答えがあった時にねさら問いができないわけなんですよすごく戸惑ってらっしゃって、まあ、堂々巡りっていう言葉が出てきますけども堂々巡りになっているところが伺えます、まあ、それからあの古市さんっていうね あの、男性の方はもう出てきて質問してるんですけども、この質問がまたね、下手を極めていて、あの、今、まあ、石丸候補が、こう、答えをね、こう、言われてるところに対して言葉がかぶっちゃうんですよね。かぶりまくるんですよね。まあ、これはね、質問者としては、もう、絶対のタブーと言いますか、まあ、これを狙ってやってるのかもしれないですけどね。うん、なんかその、コミュニケーションがうまくできないことを、装って演出して、えー、 まあ、なんと言いますかね、印象を下げようとしてるのかなと思っちゃいますけど、どちらにしても、意図的にやったにしても、そうじゃないにしても、ちょっとこう、下手だなというところで、日テレ大丈夫かみたいなね、声もありましたけども,も、ダメでしょう <laughs> というところですよね。まあ、あの、このマスメディアね、日テレに限らないんですけども、まあ、今回ね、あの、当初の票が伸びなかった、後半の追い上げはすごかったんだけども、この辺の敗因はどこにありますかっていうふうにね、 マスコミの方が聞かれるんですけども、その答えが秀逸で、それら、マスコミが取り上げなかったからでしょっていうようなことなんですよ。まあ確かに、まあ、小池都知事に関しましては、立候補を表明する前から、まあ現職の動きが気になりますみたいな感じで、ちょい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 ね、えー、こう放送を使ってるんですよ。まあそれがだから選挙活動そのものになってくるわけなんですけども、その他の候補者の方ってのは、 立候補を表明したときに初めて取り上げるか、立候補を表明しているのに、いまだに取り上げてない立候補者の方もいるわけですよね。まあ、どんな形で東京都知事選に出馬されているのか、理由は様々ですけども、でも、決められたルールの中でエントリーされている五十数名の方がいるわけですから、それこそ公平な判断を都民に委ねるためには、少なくともね、同じ分量とかで紹介しないといけないですよね。 で、さらに言うと、小池都知事ってのは、この任期中8年間ずっとテレビメディアの露出があったわけですから、その個人でね、YouTube とか Twitter などのメディアを使って広報するしかない、他の候補者に比べてものすごく不利なわけですよ。じゃあその不利を公平にするためにマスメディアってのが機能しないといけないのに、有利な人にはさらに有利に、そしてあまり知名度を広めたくない人は放送せずにってことをやってるわけですよね。だから当初は、 小池都知事とそれから蓮舫さんのね、まあ、一騎打ちだみたいなところから放送スタートしてでまあ主要メディア一般メディアに、えー、露出されなかった候補がまあインターネット上での人気を出してきたり街頭演説で人を集めたりするところを見て後からやっとああなんか追い上げが1人出てきますみたいな感じでね 今気づいたかのようにやるわけですよ。だから相当無視したかったんだろうな、っていうふうには受け取りますね。まあその延長線上に、まあなんとかこういうふうなね、えー、こうポットでのやつを撃墜してやろうという意思が働いたのか、まあここにね、小池都知事の手が回ってるのか、とまで考えちゃいますよね。まあどちらにしても、小池都知事の対立候補になりそうな人に対しては、どんどん印象作業かな、っていうふうに見えちゃうかな、というところでございます。にしてもね、 東京都民の皆さん、71歳の小池都知事に、これからもね、都政を委ねるというところで、この方に、それほどの力量があるのか、それとも、まあ、変わらない都政を望んだのかっていうところになりますけども、まあ、後者でしょう。このまま同じように、既得権益は既得権益を持って、弱き者はさらに弱くなることを選んだというのが、東京都民の声だったのかなと思いますね。 まあ、新しい風を吹かそうとかね。うーん。なんかその、もっともっと、日本全体を考えて、東京をもっともっとね、面白いところにしよう。という気持ちは、個人的にあったかもしれませんけども、トータルで見ると、まあ、東京は、まあ変化もなく、これから、しょんぼりしていくことを選んだということなのかなと思いますね。うん。あ、これがまあ民意といえば民意で、その点でも、まあ、石丸候補の、うん。 この選挙結果ってのは、それは民意の反映だっていうね、短い言葉に全て入っていて、これ以上もう質問することがないぐらい、うん、明快な答えだったんですけども、そこから汲み取れない、メディアの、ちょっとね、凋落ぶりと言いますか。うん、だからね、40年ほど前は、こんな低レベルな質問ってのは出なかったはずなんですけどもね、それこそあの、 ビートたけしさんがインタビューやった方がもっと良かったような気がするんですけども、こういう風なね、アナウンサーの方の質のなんか悪さっていうのは際立ってますね。うん。なんかもっとユーモアを持ってるとかね。あの、アイディアを持っているとかね。うん。独特な切り返し方ができるとか。もうこのアナウンサーの人こそ YouTube でライブ放送してトークを鍛えた方がいいのかなと思います。うん。どちらかというと、 まあなんと言いますかね。あの、やっぱり YouTuber の方がトークは上手だなと思う今日この頃ですね。まあ私は覗きますけども。はい。それでは以上です。東京都知事選皆さんお疲れ様でした。